罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に投げられない方が、あなたにとって益である。もしあなたの右の手が罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい。五体の一部を失っても、全身が地獄に落ち込まない方が、あなたにとって益である。英語の方でちょっと語っていませんけど、天国には、天国に行くと口だけが残ってるとかいう話があります。みんなこう悪いことしたのにみんな切っていってたら、後から口だけ残ったとか、後で鼻だけ残ったとか目片一歩だけ残ってる。天国にはまともな格好をした人がないというそういう冗談がありますけど、この今日の聖書は私たちに天国に行くために私たちの体を切り捨てなさいって言ってるものではありません。ある例え話があります。ある国にいる王様が悪いことを行う場合、特に姦淫を行った場合には、その人はの目を両目を取ってしまうという法律を作りました。ある日のこと、自分の愛する息子が姦淫を起こしたっていうことを知るようになりました。王様は法を作りました。姦淫を起こした者はの目をは両目を取ってしまう。だけど本当にこのお父様は王様であり父であるこの王様はとても悩みました。もし息子の両目を取ってしまうなら、この息子は両目を失ったまま生涯を過ごさなきゃならない。そしてこの悩んだ末、この王様は人々の前で自分の片目を取りました。そしてあと残りは息子の目を取りました。そして息子は両方の目を失わず、片方の目を持って、そして光をこの世を見ることができるっていうことができたまま生きるようになりました。しかし大事なことは、この息子は自分が片方は失いましたけど、残った目でどのように生きていくかっていうことを知るようになりました。またこの国の人々はこの王様の慈悲深いその行いを見て、片方のない王であるけど尊敬を持ってこの国はこう盛んになったということを言っています。これは小さな例えでありますけど、何かあった時にこう私たちにこう神様は変わっていくことをためらってはならないということを伝えているのではないでしょうか。諦めそうになった時、勇気を失った時、私はこんなことでダメだなって思ったとき、神様は私たちにまた再び心を入れ替えて生きるっていうことを、心を変えて生きるっていうことを願っているのではないでしょうか。大阪にいたとき、牧師さんたちと一緒に吉野を行く機会がありました。この吉野のお寺があるんですけど、このお寺には不思議な仏像があります。仏様が、吉野は桜がきれいなところではあるんですけど、そこにこう仏様が人々の前に現れたそうなんですけど、この仏様は慈悲深いそういう姿で現れたんじゃなくて、体が真っ青な鬼のようなもう怖い怖い姿で現れたそうです。それでそのことを覚えて、そのお寺には2体の鬼のような真っ青な青色な鬼がこう置いてあって、それも一般に公開をいつもされてるんじゃなくて、特別な時にこうオープンさせられてるんですけど、それもこう隠された中でちょっと覗いてからこう見れるようにしてくれるんですね。でその鬼をじっと見る機会がありました。この怖そうな鬼でありますけど、この鬼が願っていることは何かと言いますと、人々がこの怖い鬼を見て生き方を変えることを
人々を鬼になって苦しめる、懲らしめるためにこう怖い鬼の姿になっているのではありません。神様は私たちのこの地にイエス様を送りになりました。そしてそのイエス様を十字架にの上に犠牲になられるように、十字架におかけになりました。それは私たちが諦めないでいつも変わっていくように、諦めず生きていくように、諦めず愛していくようにと招くために私たちをお呼びになったのであります。どうぞ皆さん、私は悪いことした、私はダメだって言ってこう自分を鞭打つんじゃなくて、体を持って手だけ持って天国に行くんじゃなくて、鼻だけ行って天国に行くんじゃなくて、全身全霊を持って神様、私を変えてくださいという思いを持ってそれで生きていけたらばと思います。お祈りいたします。 Let us pray。 神様、私たち一人一人が一人に変わらない恵みを与えてくださっていることを感謝します。私たちが人々を愛することによって置いてくじけた時も、その心をまたよみがえらせて愛を行う、愛することができますように私たちを責めてください。また私たち一人一人が自分に対して、あ、許せないんだなっていう思いをする時も、あなたが私たちを温かく囲んでくださっていること、私たちが神様によって豊かに生きるようにこの世に命を与えられたことを覚え、また自分を大切にしていくことができますように、また私たちがあなたより生かされていることをまた心に留めて歩んでいくことができますように。 Lord, when we lost our love to others,Please rebuild our love again. When we disappointed to ourselves, remind us, you made us your loved one and a good creature. So we rebuild ourselves as you want.Also, make us not stop to love you. So, always remember your love, how to live in your new life. Through Jesus Christ our Lord. Amen.